にちは、こんばんは、おはようございます。黒い猫です。今日はですね、本当に初心者さん向けにお料理のやり方を説明しようかなと思っております。はい、まずですね、お料理に必要なものはお家ですね。チーズを開いて、よいしょ、ちょっとハイデルで説明しますね。まずお家を借りないといけないんですけど、まあこんな風に青くなってるところは借りられるお家です。白くなってるところはね、私がもうすでに借りてるお家なので、ちょっとこのハイデル 4-1 をちょっと開いてみましょうね。そうするとここは、倉庫と宿泊施設と住居がありますと。倉庫はハイデルの倉庫が枠が3個増えます。で、宿泊施設は労働者を1人追加で雇用できるようになります。で、お料理に必要なのはこれ、住居です。で、この住居を借りてください。で、場所はどこでもいいんですけど、お家によっては必要な貢献度が1だったり2だったりしますので、まあ、安いところでいいです。どこでもいいのでお家を借りましょう。ちなみにグラナ借りちゃうと、めっちゃ貢献度高いんでね。ハイデルとかベリアとか、その辺がいいと思います。で、お家を借りたら次は材料を揃えます。今日はね、簡単にビールとか作ろうと思ってますので、ビールの材料は、まず、穀物類が、5個だったかな。とりあえず私はジャガイモを使っております。ジャガイモ500個で、ジャガイモは労働者を使って取りに行かせることもできますし、まあ市場で買ってもいいですし、割と手に入れやすいのでおすすめです。そして砂糖は1個ですね。よいしょ、砂糖とりあえず100個買っておこうかなと。砂糖買った、買ったね。で、発酵剤が2個です。よいしょ。で、お水が600じゃない、6個なので100回分で600ということで、まず材料を持ちます。あ、それとですね、 お家を借りたらそこに料理道具を設置しないといけないんですね。で、今材料を買ったこの方が、料理道具売ってます。これ料理道具ね。で、バレノス伝統料理道具っていうのも売ってますけど、これちょっと時間が余計にかかりますので、まあ初めてやるんだったら普通の料理道具がいいかなと思います。あとはね、自分でいろいろ作れるようになったら中級とか上級の料理道具を使ってもいいかなと思いますが、最初は普通の料理道具を買っておきましょう。で、お家を借りたらですね、お家の中に入りまして、料理道具を設置します。ちょっと私は今手持ちの料理道具があるので設置してみたいと思います。お家に入るとこのね、配置モードっていうのが出てきますので、こいつをポチで、この料理道具ですね、こいつを持って、あれ、よいしょ、あれ、えい、よいしょ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 、で適当に置きます。で、回転とかして置いて、で、まあ置きたいところに移動すると、まあ、こんな感じで設置をします。はい、配置モード終了。はい、こんな感じでね、料理道具を設置したら、その前に立つと、このように操作っていうこれが出ますので、 R ポンと押していただきますと。で、ここで気をつけなきゃいけないのは、1回分の数をここに入れるということですね。100個作るからといって100個分の材料をぶち込むと、100個分の材料を使って1個しか作ってくれません。ここ気をつけましょう。まずじゃがいもが5個、そしてお砂糖1個、
発酵剤が2個で、お水が6個とで、これで、1回であれば料理開始、何回もやるんだったら連続生産で 100OK と、まあ、こんな感じで、料理をします。で今100回繰り返すやり方をしているので、あとはほったらかしてもビールを100回作ってくれます。はい、こんな感じでね、ビールがどんどんできていきます。はい、できてますね。ビールはどこにあるかな。あ、もともと持ってた。はい、こうやってどんどんね、今840個になりました。で今ずっと動いて、はい、841というふうに、あとは100回繰り返してくれるのをほったらかして待つだけということになりますね。料理そんなに難しくないので、ぜひ興味があったらやってみてほしいなと思います。はい、みんなでセレンディア定食作りましょう。それでは今日はここまで、ありがとうございました。またねー。